タモタするな。離せって。今ならまだ間に合う。お前ら、自分たちがこの国に何をしようとしているのか分かっ、だから人違いなんだって。ここから出してくれよ。隊長、確かにリストより1名増えています。構わん、漏れがあったらかえって面倒だ。隊長、王女の演説が始まりました。よし、こっちも準備完了だ。お前、俺についてこい。後の者はここを片付けてから合流しろ。おっと、着替えを忘れるなよ。味方にやられたらシャレにならんぞ。お前ら、イリアを裏切ったな。ろくな死に方せんぞ。あれ、この扉腐ってんじゃない。くそ、遅かったか。何をしている。奴を始末するぞ。あんたたち、覚悟はできてんだろうね。ぼーっとしてんじゃないよ。うせろ。あんたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。くらえ。まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らか。さっきは助かった。私はラビア。あんたは。そうかい、覚えとくよ。それで、なんでまたこんなところに。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉子、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、ちょっと面白い奴でさ。この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒に来なよ。こっちだ。
次は私の番。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。なんでもねえ。わあ、これはみんなの役に立つよ、絶対。このままじゃいけません。わかる。気持ちはわかるけど、まずはここを出なきゃ。じゃないと。じゃないと姉子の犠牲が無駄になっちまう。わかってるさ。俺たちは生き残らなきゃいけない。姉…騒がしくなってきましたね。城門まで一気に走り抜けましょう。次は私の番。それ。私、やりました。怒ったよ。もっと頑張らなくっちゃ。次のターゲットはドイツだ。死ね。この程度かよ。次は私の番。えい。ちっ、どうも。次のターゲットはドイツだ。みんなが頑張ったおかげで勝てました。
下がれ。これより王国軍はここを封鎖する。ボートは一人として出さんぞ。でも町に残っていたら。あいつら見境なしに人を殺しまくってるんだ。頼むから出してくれよ。ならぬ。下がれ。奴らは民衆に扮し我が軍の始末を闇討ちしておるのだ。何人たりともここを出すわけにはいかん。隊長、ボートが押し寄せてきます。そうか、ならば来るがいい。強靭に倒れた我が同胞よ、手向けだ。命尽きるまで屍の山を築こうぞ。弓隊構え。やっと起きたか。失礼なやつだにゃ。苦労して混沌の海から救ってやったのに。ふん。聞きたいことがあるなら早く聞くにゃ。もうすぐ。混沌の海は時間と空間の果て、運命が交わる場所だにゃ。と言っても今すぐ理解するのは難しいだろうにゃ。自分の胸に聞いてみるにゃ。君の願いのおかげで混沌の海で君を見つけられたんだにゃ。で、まだその願いを覚えているかにゃ。大きく出たにゃ、人間。あれを見なさい。あれは道しるべ。君の願いが叶えられるよう導いてくれるものだにゃ。ほほーん、適応が早いにゃ。とはいえまさか一人で混沌の海に突っ込むつもりかにゃ。やれやれ、もう一回助けるのは勘弁してほしいにゃ。少なくとも信頼できる仲間たちが必要だにゃ。
し思い悩んで迷ったら自分あれ、あなたは、私たちは確か、縄文で。え？ここって、まさか天国？わかるわ！初めてにしてはなか、天国の猫ちゃんは喋れるんですね。いやー、天国よりも楽園と呼んでほしいにゃ。ま、それはともかく。あの道しるべまで行けば、みんなを助けられるんですか？端的に言うと、その通りだにゃ。しかし簡単ではにゃい。何せ混沌の海にはたくさんの。あなたを信じます。みんなを助けられるなら、どんなに小さいチャンスだって掴んでみせるよ。よし、それじゃ、出発だにゃ。ちょっと疲れただけ。Hehehe
私に任せて。次は私の番。そうね、私やりました。次は私の番。次は私の番。了解。
次は私の番。怒ったよ。次は私の番。次は私の番。私やりました。我が輩についてくるんだにゃ。人間は目に頼りすぎだにゃ。楽園に来たばかりの頃、君が口にした願いを覚えてるかにゃ？それにゃ、その願いを高く掲げれば、黙示録は君のために開かれるのにゃ。にゃっ！にゃん？ここのはずにゃんだけど、道はど？とにかく今一番叶えたいことを考えるのにゃ。愚者は混沌の海を渡り、黙示録でタロットを集める。そして黙示録は、黙示録にはそのように。愚者の旅は始まったとはいえ、我が輩が守ってきた世界、あの世界に戻って君の願いを叶えるために必要なものを見つけるにゃ。運命の輪の力を。我が輩はた文句でもあるのかにゃ。我が輩の居場所はこの、なんだって。
混沌の海へ向けて出航だにゃ。そんな海からお宝を引き上げるのは大変だったにゃ。しかもこんなに良心的。